はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。最近ですね、うちの嫁がガンプラガチハマりしましてですね、最近ね、僕のツムプラをね、嫁が勝手に作ってみた。そこから嫁がね、ガンダムに興味を持ち始めましてですね、で、なんかいろいろプラモデル他にも作ってみたいって言い出して、で、僕がガンプラをね、大量にプレゼントしたんですよ。でもそこからもう毎日アホみたいに組み出しちゃって、もう毎日ガンプラしてるんですよ。でもうちガンプラをね、作るに適した場所がなくて、リビングとかでね、ガンプラを作ってまして、ちょっとかわいそうだなと思ったんで、もうせっかくなんでね、ちょっと今回は嫁のためにガンプラ部屋をね、作ってあげようかなと思います。思いました。で、昨日頑張ったんですよ。すごい頑張った。朝から晩までもう部屋を掃除して、もうね、ワクワクしながらね、カメラに向かっていっぱい面白いこと喋りながらね、一日かけて掃除したんですよ。そしたらですね、その時の録画のデータがですね、消えました。読み込めなくなっちゃって、結局、はい、すべて、おじゃんになりました。悲しい。悲しい。めっちゃ悲しいんだけど。なんで、今日はね、もうすでに完成したお部屋を皆さんに見ていただきたいと思います。はい。こちらね、よく、寝起きドッキリとかで、よくね、出る、この扉なんですけど、ここ、今まで寝室だったんですけど、今回はちょっと寝室をもう潰して、はい、この部屋をほんとガンプラに特化した部屋にしたんで、よかったら見てってください。よかったら見てってください。まあ、とりあえず、いきますよ。それでは、失礼します。オープン。はい、見てこの超快適なこのお部屋を見てください。皆さんね、今までここにこうベッドがあって、で、ここで嫁が寝ててね、で、ドッキリしてたあの部屋でございます。めっちゃ頑張ったでしょう。もう全然違う部屋ですよね。昨日一日めっちゃ頑張っていろいろ面白い部屋を撮ってたんですよ。これですよ。消えましたよ。消えましたともね。まあなんで、まあ、ちょっとこの部屋だけですけど、ちょっと今日はルームツアーもね、やっちゃいたいと思います。まあ、まずこっち側行っちゃおうかな。この扉入ってすぐにもう漫画コーナーでございます。この部屋のね、漫画も多分8割くらいが嫁の漫画ですね。はい、ちょっといろいろ見ていきましょうかね。うちの嫁ね、すごい動物が好きで、特にね、ワンちゃんが好きなんですよ。で、なんか犬の勉強がしたいって言って、こうね、犬のなんかちょっとお勉強もしてたんですね、実は。なんかよくわかんないですけど、なんか犬、動物の資格も一応持ってるんですよ、うちの嫁。ね、ほんとこまめな方ですよね、ほんとに。で、こちら、イロハスのこれ。梨。これね、いつからあるかわかんない。ずっと昔からあるんよ、これ。これね、賞味期限がね、これ見えるかな、これ。19年のね、5月31日っていうね、もう1年前に賞味期限が切れたイロハスなしでございます。はい、こちら、飲みたい方、よかったら、はい、プレゼントします。いや、嘘です。嘘です。はい。で、こちらは、あれですね、視聴者の方が、ミニカーの福袋の動画をやったじゃないですか。で、その時に、よかったら使ってくださいって言って、視聴者の方が送ってくださったんですよ、この、おしゃれなディスプレイを。藤原豆腐店ではありません。これ、原豆腐店でございます。はい。原豆腐店ね、これ。原豆腐店の E86 ですね。これね、僕が初めてエアブラシ使って塗装したものでございます。あまりに下手すぎて、ちょっと写真にも残さなかったんですけどね。はい、今回、めでたく動画になってしまいました。で、こちらはね、Z 線。多分ね、この Z 線見てピンとくる方は、チャンネル隊長のかなりの子さんの方ですね。はい。嫁が作ったゴッドガンダムと、これはマックスターですね。はい。ああ、いいですね。G ガンですね。熱いですね。それではね、こっちの漫画コーナーもね、見ていきましょうか。この棚に関してはね、全部嫁の漫画ですね。嫁はね、普段どんな漫画を読むんでしょうか。ちょっといろいろ見ていきましょうかね。嫁はこんな漫画を読んでるそうです。はい、全然わからん。で、はい、ここにね、 PS4 と、スイッチがあって、 VR が、はい、じゃあちょっといろいろ見ていきましょうか。これはゲームコーナーでございますね。隊長普段どんなゲームやるのっていうね、感じでございますけどもね、一応ソフトとして持ってるのはこんだけですかね、 PS4 はね、はい。ここら辺は僕の漫画が多いね。ここら辺やべえ。まだ上の方全然掃除してないんだよね。
で、こうクロマティ高校がちょっとチャーとあってね、はい、絶望先生がチャーと、この爆音だがしかし最終兵器彼女ね、あと利根川班長ヨルムンガンド、はい、でこれはあれね、毎度おなじみあの僕のお手製ハンドルコントローラー台ですね、はい、こっちに持ってきました。もういっぱい遊べるね、ここ広いからね、ここで超快適にグランツーリスモライフをね送ってやろうかなと思っております。いよいよプラモデル製作ブース見ちゃいますか。はい、こんな感じですね。はい、まあここにゴミ箱とこのこれいいよ、これこのコロがね普通に乗るんですよ。普通だってこうめくれ上がっちゃうじゃないですか。これねめくれ上がんないんですわ、すげえ快適なんですよね。ではおまけにこの踏み加減もね気持ちいいんですよ。ホームセンターで売ってます、プラモデル道具ですね。はい、でこちらも照明がねバッチリ、これで配信しながらねここでプラモ作ってとかするんですかね。いいですね。あとねこっちこれね、ちょっとこれをね、そう、何よりもその動画のデータが消えた中で一番僕がね悲しかったのはこれなんですよ。これすごいね急ぎで作ったんですよ。あの余った木材、家にあるもんだけで全部ね作っちゃったんですけど、ここにねプラモデルのね、このいろんな道具をねしまう場所なんですけどもね、これをね昨日すごい頑張って作ったんですよ、カメラの前で喋りながらね、ね、全部データ消えてしまいました。本当にこのスペース何なのかと言いますとですね、ここに塗装ブースをね置こうかなと思ってます。将来的にエアのコンプレッサーもねバッチリあるんで、あとはブースが来たらもうここで塗装ですよ。おしゃれベンチがあって、このスミプラがね、これまだ一部ですよまだごく一部です。これはまだね、こっちのねもの物置の方にね、奥の方にまだ実はねあるんですわ、いろいろと。でここ下の工具置きになってますね。はい、おっおっと、これ懐かしくないですか、これこのピコハンめちゃくちゃ重たい、これああこれ昔ねポリジュン先輩とやった叩いてかぶってじゃんけんポンめちゃくちゃ重くしてみてやってみたみたいなね、あの時に砂を詰めまくったピコピコハンマーでございます。はいめちゃめちゃ懐かしいなこれ。ああとこれうちの嫁が作った1000ピースのワンチャンパズルですね。これはトーナメント表かな、かなり激闘の末に最後に残るのはどのワンチャンだっていうね、はい、そんな感じでございます。そんな感じのワンチャンパズルがあって、でここに、あ、これはねハロですよ皆さん、ハロ、これねスイッチを押すとね面白いですよ、これるんですよ、回転ディスプレイですね。はい、まあそんなとこかな。というわけでね、まあ、こんな感じでちょっとプラモデル部屋をね作っていました。でまだ嫁には一切見せてないんですよ、まだ嫁には見せてないんで、今からねちょっと嫁に見てもらおうと思います。あ、奥さんこんにちは。こんにちは。ついにできましたよ。ダサいのよ中がヒートテック出ちゃうからちょっともう一回イエーイ、見ていい？あ、いいですよ。どうぞえ、みんなもう見たの？うん、みんな見たよもうみんな見たよ、みんなもう見た、もうあなただけは見てないよ。なるほどねもうおー、ハロが回ってる回るハロ、ハロ回ってる。え、すごい、え、広くない？めっちゃ広いね。広かったっけこの部屋？俺も思ったね。PS4 こっち持ってきたんだ。そう、こっち持ってきました。スイッチも持ってきたからね。やったね。ここでゲームすぐできますよ。やったね。あ、はい。あ、もうここもね、もうこっち、このチョイスね、なんか中古車、中古自動車屋みたいなね。なんか上りが立ってそうだよね。ね。月々1万円からって。カーリースみたいな。
腹豆腐店もあるし、そうそうそう、私の作ったゴッドガンダムが、ゴッドガンダムだ、ガンダムマックスター、はい、イエーイ、イエーイ。え、ここがワークスペース的な、はい、そうです、我が家のアナハイム社でございます。イエーイ、やったね、いいね、社長って感じだな。アナハイム社社長、アナハイム資本支部。ワクワクさん、今日は何のモビルスーツを作るの？今日はね、デュナメス、MG のデュナメスを作るよ。何それ。いいね、ワクワクさんごっこもできるな。やったね、ういなんかこの辺もすごいさ、なんか作業しやすそうな感じになってる。そう、そこもね、ちょっと昨日急ぎで作ったのよ。すごい、またこうしてほしい、あしてほしいってのがありましたらやりますよ、はい、私あのアナハイム資本支部保全マンなんで。保全マン、はい、よっしゃ、いろいろ頼んじゃうかもしれない。あ、いいっすよ。あの、ここに滑り止めが欲しい。あー、わかりましたわかりました、ね、うるさいしはソンっていっちゃうから。なるほど、わかりました、改善します。イエーイ、改善提案1通500円。やった、改善内容によっては金額上がるでしょ。上がる上がる、まあ、とりあえず提案だけだから。そうだね、採用されたら探偵手帳と探偵ステッカープレゼント。で始まっちゃう始まっちゃう始まっちゃう、まあ、そんな感じでね、ほらまだまだ作ってないプラモデルこんだけあるんですからね。ここは何？そこはね、塗装ブースを置こうかなと思います。本当に？いい表情するね。いいよ君。欲しいのよ、あのさ、塗装ブースと隣になんか、はい、すごいコンパクトな乾燥機が欲しい。乾燥機？うん、何使うの乾燥機なんか。え、なんかホコリ除け。ほう、クリア拭いた後とかの、ほう、乾かしてる間のホコリ除けみたいな、はい、もうそんな境地もできてんの？今日エクシアの、はい、あのトップコートをね、外で拭いたの、はい、やっぱ風がさ、今日風強いもんね。そう、外ではさ、あのやっぱスプレーしたくないというかね。そうだね、そう、できれば室内でやりたいよね。そうで、なんかその外から部屋の中に移動させる間とか、うん、そう、部屋の中のホコリ待ってるちっちゃいガスダストとかが、うんうん、その塗料がまだベチャベチャの時にくっついて乾くと取れなくなるんだって。めちゃめちゃ詳しくて何言ってるのかちょっと半分聞いてなかった。聞いてて、半分聞いてなかった。何だって、この話を聞け。何、人参？これからね、ちょっとこの辺りもいろいろアップデートしてね、うん、快適なガンプライフを送れるように。ガンプライフ、いいこと言ったな、俺。いいこと言ったね、うまいね。ありがとうございます。は？いや、ほら、今ちょっと握手とかある。あ、そうだね、あんまり良くない。そうだね、同じ家にずっと住んでる。生活共にしてるのに。今年結婚4年目なのに。悲しい。え、ここでさ、うん、ガンダム見れるやん。そうだね、ね、ガンダム見ながらガンダム作って。あー、いいね。おばあちゃんみたいな。感動した時のおばあちゃんみたいな。そんな感じで楽しんでください。わーい。じゃあ動画の締め行ってもらっていいですか。はい、ちょっと待ってね、出ちゃう、うんこが違う。シャツが。シャツが、ヒートテックが。うんこは出さない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、これからこのスペースからいっぱいガンプラ動画とかガンプラ作る配信とかやっていくと思うんで、よかったら見てください。楽しみ楽しみ。それじゃあご安全に。ご安全に、バーイ。今日元気じゃん。早く作りたくて仕方がない。もう禁断症状出てるの。やばいやばい、早く作って、作っていいよ。